ッと動きながら交番へ杉本カッティングですがもうなんとか拾って大決めていきました。やっぱり池田のね、スリーを期待しますからね、はい、そうですね、まあ、積極的に狙っていってほしいですね、ドライブで来るヒカゴ、ファジーカス、アンドワンです。小山が自らシュート決めていきます。硬い、さあ先が逆転してきて、もう一度そしてファジーカス、ここでファジーカスです。確実に決めてきます。見てね、はい、いろんなことを考えているんでしょうけど、それでもですからね、それでもですね、本当にまだ第2コーナー取ってありますよ。アレン手につかない、なんと取った、アメリカからもう一度アレン外から打って決めていきました。第2クォーター、もう一度ファジーカス、今度アンドワンです。ファジーカスの結局今もまた渋田がファジーカス周りを見ながら交番の今後ろからもしっかりとケアして、そしてヒース、しっかりとここで沈めるんですよね、これ下下がる、あーっと交番へ入れるところ、松田のスティールからノーミ、今度は松田通っていた、そしてファジーカス決めてきます。抑えようがないですね、ホーバンにここで渡す、ダブルジブリックアンドワン、アンドワンの開始交番、すごいですね、ディフェンスは定評があるという安川、こちらもフリーだ、決めてきた、今度はスリーポイントの打ち合い、3クォーター終わるまでに5点とかそういう、こうイメージじゃなくて、こう一気に追いつきたいですね、はい、またアレンのスリーだー、もうアレンのスリーは止まりません。前田熊谷、そしてファジーカスとマイケル・ヤング・ジュニア、ファジーカスまた渋田が今つきましたが、それは押し込んでいきます。早い、遠藤早い、あーっと、しかしこれがノーミに渡ってしまう、マイケル・ヤング・ジュニア走り込んでいました、アンドワン、おっとマイケル・ヤング・ジュニア取り込んで、ファジーカスフェイクからドライブに引き返って、いやうまい、ファジーカス、これもまた素晴らしい、はい、新潟アルテックス BB と川崎ブレイブサンダース、昨日今日2連戦、まあ、新潟も第3クォーターは2点差まで詰め寄るという健闘は見せる中で、